おい、なんだ。訓練場の設備は一応エクスカリバーを抜いた見習いどものために開放しているものだ。あんまり盛大に壊してくれるな。模擬専用の駆骨だって直すのはただじゃないんだ。ふん、あんなものでブリテンの王を醸成できるのか。そもそもヒヨコたちはこの鳩を追い払った。今となっては役立たずではないのか。確かに。そこでアーサーたちと貴様の両方にとっていい話があるんだが。ん？駆骨では消化不良なんだろ。だったら貴様の手でアーサーたちをしごいてやればいい。できるだけ実戦に近い経験の蓄積を望むアーサーたちと、単調な訓練用の駆骨では満足できない貴様、利害は一致するだろ。私に教官の真似事をしろと。暇を持て余しているなら悪くはないだろう。これは単純な感想だが、物を学ぶのと物を教えるのは感覚が違う。自己の技術を客観視するには有効だぞ。そんなに魅力があるなら自分でやればいい。領分の違いだ。王や騎士と違って魔女は先陣を切るようには作られていなくてな。魔法で爆撃していいなら話は別だが、訓練にならん。結局使い勝手のいい人形を新しく調達しようとしているだけか。訓練用の駆骨といい妖精といい、有能だがそれだけしかない女だな。その人生は本当に成功と呼べるのか。そんなこと言うなよ。貴様だって寂しん坊将軍の一角だろ。はあ、誰がボッチだと。いや、だってクーホリンとレウィとか、メイブとカラティンとか、無数のアーサーたちとか、ああいうのと貴様がつながっているように見えん。私は必要に合わせて隠遁し、研究のため妖精を捕獲したわけだが。はあ、まさか貴様特に理由ないのか。本当にただのぼっち？理由？あるとも。私だってやむにやまれず属性を捨てた相応の理由というものだな。全力で足の震えを抑えつけているのは分かったから、さっさとアーサーたちと勝ち合ってこい。別に貴様の居場所は取らん。国に帰ればな。私だってだな。つべこべ言わず早くしろ。さもなくば共感キャラを立たせるために眼帯と猫耳でもつけてもらうぞ。くっそー。さて、冗談みたいな流れだったが、これで演習の難度が上がるのは確実。アーサーたちもうっかり死ななきゃいいんだが、これを乗り越えられんことには先へも進めないだろうからな。